お元気ですか、ボクシミです。今回は2024プロ野球チップス第1弾の開封動画、9回目でございます。今回もね、ちょっと事情によりましてね、5袋で挑戦していきたいと思います。第9回目でございます。それではね、早速開封していきたいと思います。まずは第9回目の1袋目でございます。ノーヒットローランを達成したソフトバンク石川投手のカードでございます。これ88人目でございます。で、10回裏に逆転サヨナラヒットを放った阪神の大山選手のカードでございます。2袋目でございます。最多勝と勝率第1位の獲得した横浜 GNA ベイスターズ東克樹投手のカードでございます。阪神タイガースの伊藤将司投手でございます。3袋目でございます。で、スターカード、ゼキラカードが出ました。横浜 DeNA ベイターズの関根大輝外野手の、これはキラでございます。で、中日ドラゴンズの石川昂弥内野手でございます。4袋目でございます。千葉ロッテマリーンズの山口浩輝外野手でございます。オリックスバファローズの中川圭太内野手でございます。で、最後の5袋目でございます。本塁打王の東北楽天ゴールデンイーグルスの浅村秀人内野手でございます。で、最後は、CS ファーストステージ第1弾サヨナラヒットを放った、広島の秋山選手の、カードとなっております。はい、以上、こういう結果でございます。キラカード1枚出ました。で、また近い将来10回目やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、6月過ぎにですね、またあの新作もやりますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。